こんにちは、ダイスです。今回はポケットモンスターシャイニングパールやっていきましょう。ポケモンリーグ4戦目、四天王ラストです。行ってみましょう。これはいいタイミング。ちょうど本を読み終えたところでした。では自己紹介。私は5葉、使うのはエスパータイプ。それにしてもここまで来るとは相当な実力の持ち主。四天王最強と言われる私も全力で戦わせていただきましょう。はい、ということでエスパータイプ五葉さん行ってみたいと思います。四天王の五葉が勝負を仕掛けてきた。最初に来たのはバリアード。トップのポケモン変えました。パルキアー前回とね変えてます。シャドークロウを持っているので連れてきたっていう感じです。特殊に強くなる。でもいける、きっと効果抜群。次波乗りしっかり回していこうと思います。マジカルシャインね抜群だけど大丈夫。波乗りでどうしようかな。もう一回マジカルシャイン来ちゃうかな。まあ、しますよね。私もする。しょうがない。これはもうしょうがない。パルキアごめんごめん。回復すればよかったかなと思ったけど回復はね結構きついと思うんですよね。でチャマに変えるか他でいくかなんですけど、どうしようかな。チャマかな。行きましょう。マスターカノンがねあるんですよね。これサイコキネシス大丈夫大丈夫。チャマ頑張って。今一つで棒特棒が下がります。これがちょっと辛いんだよね。今の特殊攻撃系がそっかラスタカノンしか出せない。あ、そうだったこだわりメガネ持ってるんだった。まあ大丈夫ですね。他のに変える選択肢ができなく私がしました。攻撃力をプラスになってるのでこれで大丈夫。戻してしまえば大丈夫だしいけるでしょう多分。チャーレムこのままいきましょう。よしいけ。飛び膝蹴り痛い効果は抜群だ。悲しい悲しいな。どうしようかな。瀕死作ってしまってますね。ジラーチだね。ここに来て速さで勝てればマジカルシャインが打てる。きたージラーチ速かった。飛び膝蹴りこれ強いね。どうしようかな。一回レントラーに変えてみる。で戻します。チャーレムあでもダメか。チャーレムをなんとかしないといけないですよね。麻痺つける。いややってみる。10万ボルト転んでくれないよね。光の壁がやっとなくなりましたね。ゴロンいける？遅いんだよな。遅いんですよね。ミュウ回復の薬さえ入らなければいける気がします。冷凍ビームきたー。多分倒れるんじゃない？よしみんなを戻したい。もう後がないのでみんなを戻したい。ゴロンレベルアップ。キリン力か。いやそのまま戦うしかもうできないですからね。これしかないか。頑張ってみゆ。頑張ってこうきたー凍った凍ったよし、この隙にパルキア戻す、チャも戻す、いやパルキアかな、戻します。もう一回戻せるかな。ジラーチ戻しますいいところで氷作ってくれましたね。10万ボルト大丈夫ね。よし行ってみよう。冷凍ビームトリックルーム、これで速さが変わります。空間を歪めた。でもね大丈夫だと思う。耐えられるし後出しでも打って勝てると思うのでやります。いけるいける。レベル差つらいですね。よしキリン力も倒れた。一応これで戻ってるようになってるかな。フーディンかスパータイプ苦手かもしれない。よく私が使ってるけどで結構苦手ですよね。掘るか。攻撃当たんないように隠れます。危ない悪巧み上がっちゃうじゃん。どうしよう次のターンが怖い。いけよし未来予知リフレクターかかっててこれ後出しってことですね。向こうが早いんだ。いやー早いと思ってなかった。どうしようかな。エスパータイプでしょ。フーディン勝つか、どうしようかな。チランチ出して大丈夫かが全然わからない。ゴローンゴローンにしてみる。いけるかな。サイコキネスはね多分ね倒れないと思うんですよ。あっここまで来るんだ。もうちょっと来ないと思ってました。頑丈で自信を持つ。いったね。いやーよかった。そっか特攻上がってるから未来予知の攻撃を受ける。これで倒れるでしょ。もういないんですけどどうしようかな。パルキア出しとく。さてここからどうしましょうか。私もどうしましょうかなんですけど、どうたくんか回復させたい。ゴローン一応回復させとこう。トリックルームね。どうしようかな。ゴローンで地震先出しなのか後出しなのかが全然わからないですよね。波乗りトリックルームね。パルキアよりもどうたくんの方が遅かったってことですよね。ゴローンだったらいけるんじゃないかな。なんとなくなんですけどいけるんじゃない。ぶち落とす。あ向こうが早いか。いやいいんだ。ぶち落とすんだ。ピンチで泣きそう。これで地面に落として、はい、で回復させます。回復満タン、ギリギリですね。わ、飛行タイプ本当に必要だった。よし、頑張ろう。地震、これで3回目の地震ですよね。うんうん、なくそうかな、地震の PP。 なんかそれでもありな気がする。あ、トリックルーム終わった。先に行ける。よし、やったね。お、オーポンのビモってひどくない？それひどくない？これ4回目ですよね。4ね、分かった、覚えた。トリックルーム次でかけられるとちょっと困っちゃうんだけど、ジラチ、目の前が真っ暗になることはちょっと避けたい。押せるのかが全然わからないのでちょっと怖いから保険かけます。ゴロンを戻す。はい、地震ね。1、耐えてくれてる、ありがとう。地震ってジラーチ一発でになっちゃってるのかな。回復、あ、満タンでよかったのか。まあいいか、こっちの方が高いんですよね回復の薬の方が高いんですよね。しっぺ返し、効果は抜群。すごい傷薬じゃちょっと怖いから戻します。はい、ゴローンを戻す。1、また耐えてくれてる。なんて優しいんだ、本当にいい子いや、私これ倒れてますね、みんなが頑張ってくれなかったら。でトリックルームないから次のターンはもうやっていこう。これ嫌だな、しっぺ返しあるの。いけるかな。今一つなんですよね、鋼だから。これも今一つなんですよね。格闘、あ、格闘いける？いや、でもエスパータイプが今一つか。ちょっと待って、これ戻した方がいいですよね。何かを戻した方がいいんだよな。どうしよう。鋼かー。でも自信がある。自信があるということはないんですよね。今一つになるやつもないしな、飛行タイプもいないしな。チャマ、トリックルーム、ここで変わりましたね。じゃあゴローに変わろう。あ、違う、後出しになっちゃうんだ。もう後出しですもんね。もう後出しだから回復するしかない。ダメだ、難しいどっちだったっけってなりますね。トリックルーム5ターンだけなんとかすればいけるかな。地震でこれ多分5回目、5回目の地震耐えますか。耐えてみようか。 PP10 全部消費してくれれば地震が来ないから何でもできそうな気がするんですけど、これ6 ダメかな。 HP ないから耐えるかどうするかなんですけど、トリックルームもあって手が出せないんですよね。これが辛いな。しっぺ返し、こっちも嫌ですね。抜群取れちゃうから、地震よりもこっちの方が嫌なんですよね、本当は。困った。戻す、パルキア戻す。パルキアは水ドラゴンタイプでしょ。パルキア戻してみる。ジャイロボール持ってるんだ。そりゃそうですよね、鋼タイプだもん。よし、戻った。トリックルーム終わった。行くぞゴロン。どっちにするか。地震なのか火炎放射なのか。地震なのか火炎放射なのか、めっちゃくちゃ迷いますけど、いやー、タイプ1だな。地震。お、先生の爪きた。効果は抜群。やったね。で返し、大丈夫、いけるぞ。もう一回。やったー、やっと倒れた。時間かかった。エスパータイプつらかったです。てか冬がつらいね。あと地震がつらいね。苦手なのに地面タイプ。はい、四天王御用との勝負勝ちました。すごい、本当にギリギリだったけど、いけましたね。これであなたは四天王全員に勝ったわけですが、まだ終わりではありません。ポケモンリーグには私たち四天王よりもはるかに強いチャンピオンがいます。さあ、扉をくぐり抜け、最後の戦いに挑みなさい。私は次の挑戦者が来るまで本を読んでいます。そうすれば心が落ち着き、どんな時でも慌てることなく対処できますからね。はい、ということで次回はチャンピオン戦行ってみたいと思います。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!